8月10日は、グレゴリオ歴で年始から222日目にあたり、年末まで、あと143日ある。ベルダン条約の締結フランク王国が3、分割される。レヒフェルトの戦いハンガリーによる、西方侵略の終結。諸女公開の日に沈没した、戦列艦、バーサ。保存状態が良く、当時を知る貴重な資料となっている。グリニッチ天文台。 着工作画像が当時から、ある旧本館で、グリニッチ四五線の基準となっている。日露戦争、公開回戦画像は、チンタオに逃れた、太平洋艦隊機関、チェサレービチ。作曲家、アレクサンドル・グラズノフ・イタリア王国初代首相、カミッド・カブール第31代、アメリカ合衆国大統領、ハーバート・フーバー・リトアニア初代大統領、アンターナス・ススメトナ科学者、 ミルヘルム・ティセリウス。電気営動を、研究哲学者、ジャン・フランソワ・リオタール・グルジア人作曲家、ギア・カンチェリ・オ州藤原氏の祖、武将、藤原清平航空技術者、オット・オリリエンタール、試験飛行中に墜落し、ロケット工学者、ロバート・ゴダード情報科学者、クリステン・ニゴール。世界初のオブジェクト思考プログラミング言語、シミュラを開発。 現在のエクアドルの首都であるキトが最初の独立宣言。左画像は1821年の南米北部。左下よりエクアドル、ヌエバグラナダ、ベネズエラ。右画像は17世紀のキト。ありがとうございます。